恐れ山恐れ山の一恐れ山は、下北半島の中央部に位置する活火山である。カルデラ湖である、ウソリ山湖の湖畔には、日本三大霊場の一つである、恐れ山菩提寺が存在する。霊場内に温泉が湧き、共同浴場としても利用されている。恐れ山を中心にした地域は、下北半島国定公園に指定されている。本記事では、 恐れ山と同霊場について詳述する。なお、恐れ山山地は、下北半島の北部を占める山地を指すので、本記事で詳述する。いわゆる霊場をおれ山とは区別される。恐れ山は、カルデラ湖である、ウソリ山湖を囲む、外林山と、円水系の火山との総称である。最高峰は、標高878メートルの釜伏山。外林山は釜伏山。 大神山、小月山、北国山、廟武山県の山、地蔵山、慶都山の発砲。恐れ山という名称の単独棒はない。古くは、うそり山、うそり山と呼ばれたが、点火して恐れ山、恐れ山、恐れ山と呼ばれるようになった。うそりとは、アイヌ語の、ショろに由来する。恐れ山には資料に残された、噴火記録はなく、地質調査の結果からも、 最後の噴火は1万年以上前と見られている。しかし、カルデラ内の一部には、水蒸気や火山性ガスの噴出が盛んで、気象庁が2007年12月1日より開始した、噴火災害軽減のための噴火警報及び、噴火予報の対象になっている。ただし、噴火警戒レベルを導入した43火山には、含まれていない。恐れ山の地獄付近には、 火山性ガスが充満していて、特有の幼臭が花をつく。むつしの市街地でも、北西風の時は、恐れ山の火山ガスによる幼臭を感じる時がある。恐れ山を参拝した際、頭痛、倦怠感を発症する者がいるが、これは霊的な現象ではなく、有毒ガスによる軽い中毒症状である。体力的に弱い高齢者や身長が低く有毒ガスを吸い込みやすい幼児は、 注意が必要である。恐れ山の風車恐れ山霊場には鳥がほとんどおらず、草木も生えず、さい銭がひどく腐食しているとされているが、これは心霊現象ではなく、すべて火山ガスの影響である。また、川や湖の水が異常に透明であるのも、水に火山ガスが溶け込み、酸性値が高いため、生物の生育に適していないからである。霊場内には、 多数の積み石が見られ、独特の景観を形作っているが、これは地面から噴出する有毒な火山ガスを空気と効率よくなじませる意味合いも持っている。また風車も数多く置かれているが、これにも火山ガスの風下に入らないための工夫の意味合いがある。ちなみに、線香、銅うそく、タバコ等は火山ガスに着火する危険性があるため、所定の場所以外で使用してはならない。 温泉の沈殿物として、金の異常の応酬体が発見されており、2007年、日本の地質百選に選定された。地質調査によると、その金の含有量は、鉱石1頭のあたり平均約4 0 0ム、場所によっては6 5 0 0ムにも達し、世界でも最高の品質を誇る金の鉱脈である。ただし、恐れ山一帯を国定公園に指定した後に、 金鉱脈を発見したので、新規の開発は、法律で禁止されていた。また、土壌には高濃度のヒ素と硫化水素が含まれており、ここの地面を掘れば作業者の生命に危険が及ぶ。恐れ山近辺では、砂金が取れるため、恐れ山霊場内でお土産として販売している。恐れ山海山及び、恐れ山近代も山椒をうそり山子の湖畔にある恐れ山菩提寺は、 日本三大霊場の一つであり、旧世紀頃に天台宗の自覚大支援人が回帰した。本尊は延命寺蔵村。同時は現在は相当宗の寺院であり、本坊は無打下鍋にある円通寺である。恐れ山は死者の集まる山とされ、7月の恐れ山大祭では恐れ山菩提寺の境内でいたこの口寄せも行われる。恐れ山は 地蔵信仰を背景にした死者への供養の場として知られ、古くから数形を集めてきた。下北地方では、人は死ねば、お山作業具と言い伝えられている。山中の帰還を仏像が死後の世界に儀したことにより参拝者が多くなり、信仰の場として知られるようになった。明治、大正期には、恐れ山に行けば、死者に会える、河原に石を積み上げく持つ押し声を上げて泣くと、 先祖の声を聞くことができる恐れ山の三大不思議に多くの人が並び、イタコの口寄せが行われる。なお恐れ山で口寄せが行われたのは戦後になってからであり、恐れ山にイタコは常住していない。また恐れ山菩提寺はイタコについて全く関与していない。イタコは八の部屋、青森から恐れ山の解散期間中にのみ出張してきており、むつには定住していない。 詳細は、恐れ山温泉を、三省令場内には、恐れ山温泉がある。四つの湯小屋は無料であるほか、宿坊にも、温泉施設がある。伝承によれば、海山は862年、海祖は天台宗を開いた、最長の弟子である縁人とされている。同年に編参されたとされている、欧州南部嘘山鎌伏山菩提寺地大四楽演技によれば、 縁人が塔に留学中、何時、国に帰り、東方皇帝三十四日のところに至れば、霊山あり、地蔵大師一体を国師その地に仏像を広めよという、無告を受けた。縁人はすぐに帰国し、夢で告げられた霊山を探し歩いた。苦労のせい、恐れ山にたどり着いたと言われている。その中に地獄を表すものが百八つあり、すべて夢と符合する。恐れ山は、 江戸期以前より地域住民の信仰の対象であったと考えられるが、近代に入ってもそうした信仰は継続していた。この土地の様子を伝える明治期の早い時期の記録の一つとして、作家の高田露伴が1892年に訪れた折に記した気候、史信交語がある。史信交語によれば、寺の西側はすでに現在と同様、 白い岩石が露出する光涼とした風景だったとのことで、露伴はなんとなく不気味なる、怪異なる、この山の景色などと記している。集まった人々が死者を思い、念仏を唱えたり再生を投げたりしていた光景も詳しく記され、血の池では出産の折に死んだ女性の、祭の河原では死んだこの供養が行われていたことも知られる。また、 ロハンは境内には区温泉も利用しているが、3年後の1895年に、博文館から観光された、日本名小知市、東山道行部下によれば、粗末ながら5カ所の浴場が設営されていたとのことで、ある。また、この場所の岩石について、駅進行後には、岩にさえ、赤鬼や王に等の名あるとしか記されておらず、日本名小知市も、地の池、 畜生道他八大地獄などの章があることを伝えるのみだが、1911年に、円通寺が刊行した、欧州南部をソレ山写真帳によって、現在も見ることができるような路岸に、尾西、博士の山、修羅地獄、大王石といった名前が付けられていたことがわかる。なお、その後、このウソリ湖北岸には、伊王鉱山が設けられ、寺の境内も工区に含まれていた。 寺の東側に、下北鉱山区、地蔵山西側に、宇ソり港区、東側に八滝鉱山があり、県道周辺に、販売や遊郭などがあった。当時、硫黄は、火薬の原料として貴重であり、硫黄の産出は、軍事機密に直結することから、高い秘匿措置がなされていた。当初は、三井鉱山によって採掘が行われ、後に、王子精子の所有となっていた。 日本名称地市に本堂なるをもって花畑剣ならずと記され、明治期から良い道であったことが伺える恐れ山街道も鉱石運搬用道路としてさらに整備が進められ、現在は観光の便に駅している。これらの鉱山は戦後石油から硫黄分を大規模に抽出する方法が実用化されたことにより硫黄原石の価値が暴落したため、1969年に 平山された。現在でも山内には、鉱山の遺構が存在し、土木工事の痕跡も残っている。また、恐れ山山地は、火山活動の影響で、鉱物資源が豊富に存在していたため、恐れ山の洋鉱山のほか川内町の安倍城鉱山、道の区鉱山、戸面沢鉱山、西又鉱山、大上鉱山、大畑町の大畑鉱山、大間町の青森鉱山、 西村の最鉱山、仙国鉱山など、多数の鉱山があったが、現在はすべて閉山している。恐れ山霊水物市街から、恐れ山霊場に至る恐れ山街道には途中、湧き水恐れ山の霊水がある。飲めば若返る名水と言い伝えられるが、ろ過や殺菌処理をしていない生水であるため、一度、煮沸してから飲用した方が良い。ありがとうございます。